高速道路側、北の積み木の片側は11レース、受験国線を越えています。引き続き、安定バランスをする競争です。対象メンバーです。1号艇群馬、筑井拓也。2号艇東京、岡部大輝。3号艇東京、国分翔太郎。4号艇広島、松本博明。5号艇東京、田代達也。6号艇埼玉、須藤博道。以上の選手です。2号艇筑井拓也、初日この高額1走に集中、人気の中心に押されています。2コース2号艇岡部大輝、先月、ナルトで待望のデビュー初優勝は3コースからのまくり出しでした。3コース3号艇国分翔太郎、記念引いて4コーストレッチ4号艇松本博明、5コース5号艇田代達也、6コース6号艇須藤博道、今日の初戦は5コースからまくり出して快勝です。人気は1号艇筑井から2号艇岡部、4号艇松本へと集まっています。現在北東の風が5メートル、小型流れ上げ周50センチ、ホーム側向かい風運周のコンディション、第11レース、新天地から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしてきました。2番手は1号艇、筑井が振り切りまして、焦点3番手争いと変わります。6号艇、それぞれ1号艇、4号艇、6号艇、サジハンドルが6号艇のスローで方面取り返しています。先頭2番手5番1番に下ろしまってレースは最終周回、3番手は1号艇逆転で6号艇スローです。5コースからまくりました。5号艇の田代がトップで展開、2番手1号艇筑井、3番手6号艇須藤、方面と折り返していまして、まもなくゴールを迎えます。先頭5番田代5連、1番筑井5連、6番須藤5連、4番田代5連、2番岡部、